はい、えー、というわけで,で、ね、伝統を革新するギャラリー、あがたジャパンギャラリーでございます。えー、早速いきたいと思います。えー、そうしましたらですくすかさん、えー、お願いします。はい、は、え、じ、ー、めまして、くすか株式会社のくすのきと申します。弊社はですね、京都府の丹後という場所で、1936年から丹後ちりめんを織っております、まあ。その技術を生かしまして、2010年からあの職人の手仕事ということで、手織りに特化したあブランドを立ち上げて、 え、すべて、素材と対話しながら、あ、ものづくりをしている会社であります。はい。ありがとうございます。じゃ、ここでですね、一つビデオを見ていただければと思います。はい、えー、十月二十日のですね、イベントで、えー、老舗に。 白木 <music> さん、これちょっと解説してもらっていいですか。はい。これは絵織りと言いまして、左にこの絵を置きながら、一個一個こう個を入れて柄を出している。職人さんがこの織りながら絵を描いてるというような絵を。 これは、えー、宮さんののジャガードのです、ね、今回、えー、とこのなんでしょう、京単語の、えー、与謝野町のスカ、えー、さんのですね、 えー、ファブリックの、えー、と柄をデザインさせていただきました、えー、AI を使って伝統的な文様を、えー、再創造というか再解釈して、えー、柄にしています今回の柄の,のオペレーションを AI オペレーションを、えー、のびーさんにやっていただいたということでございます、はいえー、そしてこれ以外にもですね えっ、ー、と今回制作している柄自体はですね NFT としてあの今後そのメタバースで使われるあのアバターですとかさまざまなあのテクスチャーにも利用できるような形であの展開を検討していますで今回こちらはあのハツナというあのドレスのデザイナーがあの作っているものでこれもオリジナルのもので今後このデザインのドレスとして販売ができればなと思っております ということでございます。よいしょ。はい、というわけで今回最新のチャレンジとして制作過程に AI を、えー、取り入れさせていただきました。ここから先のびさんにご説明をいただければと思っております。はい、えー。先ほどちょっとあのマイクが入ってなくて聞き取りづらかったと思うんですけれども、改めまして、えー、ジャーナリストでコンサルタントの林信博と申します。えー、今回、えー、林正勝さんスターマークの林さんにですねこのアガタギャラリーの話をいただきまして。 最新のテクノロジーを使って日本の伝統工芸をに新たなこうでしょう活力を与えるというプロジェクトを参加させていただきました。で私がえとあの関わったこちらの与佐野町のクスカさんとの取り組みではですねあのこれまでいろいろそういったクスカさんで作ってきたファブリックとかもまあ,まあ職人さんの方々が柄を作っていたと思うんですけれども改めて今年の夏2022年の夏に大きな注目を世界的にも 集めた AI をその柄をデザインする絵師として活用する、まあ、そういった取り組みをにチャレンジしてみました。伝、ま、統、あ、は革新の連続といいますけれども、ことしのです、ね、2022年の新たな革新の挑戦、えー、の一つとして、まあ、そういった取り組みをしたわけです。で次お願いします。はい、そしてケンタールス型ですね。そうですね。まあ、AI でやる、まあ、あの最近あのこのコロナ禍に入ってからですね、実は AI がすごく いろいろな能力を身につけてきて、例えば英語圏だと大学の論文なんかも人間に負けないレベルの論文を書くようになっている。今年に入ってからですね、人間のプログラマーに負けないぐらいの能力でプログラムを書くってこともできているんですけれども、そういったどんどん能力を伸ばしている AI にどう対抗していくか、あるいはどういうふうに活用するかというところの考え方で、ケンタウロス,ウロス型意思決定というのがあります。まあ、あ AI にとっくの昔に負けてしまった分野にですね、 チェスの世界があるんですけども、そのチェスの AI に勝てる方法として、実は人間のオペレーターと AI が手を組むと、単体の AI のチェスのです、ね、打ち手よりかもさらに強い、えー、手が打てるということが分かってきて、それをケンタロス型というんですけども、まあ、今回も、えー、そういう意味で言うと、私がオペレーターで、そして、えー、300年以上の伝統を持つ、えー、単語のちりめんを、えー、伝統の技法で作っているクスカさんが、えーまあ あの主の人間となって、まあある意味 AI と伝統の人間の伝統の技術のですね合わせ技で、えー、新しい織物にチャレンジしてみました。はい、えー、残り三分ぐらいで柄の、えー、紹介をしていきたいと思います。はい。はいえー、2020年2年の知性にふさわしいチャレンジということで、今回ウロコモンを、えー、ベースに一つ考えてみました。じゃあここの、えー、着想についてのびさんお願いします。 はい、えーまあ、やっぱりコロナ禍ということもあったんで、うろこ紋というのは、ですね、魚とか蛇の鱗に似てるということで、鱗ろ紋っていうんですけども、まあ、三角形を合わせた形ですよね。でこれがもう薬用系とかそういった意味があるので、まあ、あのコロナとかそういった薬を払おうという思いも込めて、まあ、400ろ最終的にちょっとあの覚えてないんですけど、600とか700とかそれぐらいの柄を作ってみて、まあ、その中からですね、クスカさんに一、えー、つ選んでいただきました。 はい、楠木さん、こちらの柄を選んだ理由を教えてください、この、えー、左側ですね、画面。そうですね、とてもあの幻想的な形になってますし、あのこのリピートしてるのが、こう,うちのこう手織りなら表現できるかなというふうに選ばせていただきました。はい。はいそして、肝門。 あの実はこのコロナ禍にあのタンゴのね、ちりめも300周年を迎えたりですとか、あのまあ、これからね、だんだんコロナも明けていって、まあ、長い間のこう健康とか長寿とかですね、そういったことを意識する時代になるのかなという思いもあって、まあ鶴亀なんていうのも言ってますけども、亀というのは非常に縁起がいいんで、その六角形をですね、基本としたキッコーを AI を使って再解釈してみました。はい、ありがとうございます。 あの次はです、ね、このスライドで最後になるんですけれども、あまあ、こういったパターンをたくさん出してです、ね、この中から一つ柄を選んで、学装の形で,です、ね、作品を作らせていただきました。皆さん、ぜひです、ね、老舗通販と検索していただきまして、老舗通販ネットを検索いただくと、実際、学装がどんな感じなのか見ていただくことができますので、この動画を見ていただいた皆さんは、ぜひですね、老舗通販見ていただけると嬉しいと思います。 え残り20秒で,ですね、ねるさん、今後の展開についてお話していただけますでしょうか。はいあの今回は NFT とその現物ということで、さまざまな商品を作らせていただいているんですが、あのまたそのたくさんの老舗のさんとのコラボレーションも含めて、またメタバースはあの、ウェブの,あのインターネットの世界にも関連したコンテンツをこれからたくさん作っていただきたいと思っていますので、そちらの方もぜひ注目して見ていただけるとありがたいですよろししくお願いします。 お願いします。というわけで、えー、本日はですね、アガタ・ジャパン・ギャラリーより、えー、私、マークと、えー、木更木・ネルさん、クリエイティブ・ディレクターですね。えー、そして、今回、伝統工芸としてご一緒いただいたのが、えー、与サ野町のくすかさん、えー。そしてですね、AI オペレーターとして、えー、今回コラボをあの大きく力を貸してくださったのが、林の植さんでした。それでは皆さん、今後も、えー、アガタ・ジャパン・ギャラリーご期待ください。ありがとうございました。 はいえー、こちらはあの,のびさんに作っていただいた亀甲柄の柄をですね織、えー、柄にしておりますこの下にですねあのおな同じ5 0ンチ5 0ンチと拡大した大きさのお下絵を置きましてその下絵通りに糸を一つずつ織り込んでいきますちなみにこれ比が約7個から8個ぐらいありましていろんなあ素材 色その色を一個一個絵のように織り込んでいきますちなみにこれで今1 0センチぐらい織りてるんですけど実はこれで3日から4日かかっていますいやいやものすごく大変な仕事ですけどもやっぱりデジタルのこう風合いの良さとアナログのこう手仕事の良さこの両方がこううまく表現できるように一人ずつの職人さんが作っております素材は全て絹織あのシルクを使っているのでそれぞれのこう織り柄によって、えー 技法が実はつつずつ違ってきますこのオレンジの部分が特に一番重要なポイントですけれどもこの部分は先折りといいまして江戸時代の中期からある織り物でして昔こうもったいないという精神で使われたようなあの織物をまあ再利用してこのオレンジの色は特に実は仏閣でも使われるようにものすごくインパクトのある色なのでその色を弊社で探して昔の生地を探してきて その色をこう、表現をしております。この立体感と質感というのは、多分現物を見ていただければ、もうすごくわかると思いますので。ぜひ、お楽しみいただければと思います。はい。以上です。のびさんいかがですか。あ、そうですね。あの、本当に、あの、ね。A. I. の画面で出てきたときに、うん、これどうなるんだろうと思ったらね、本当にあの素敵なものになっていただいて。しかも、実はこれ、本当裏から、あの、額装が。 表からも裏からも見える形で画装されてるんですけれども、裏から見ると本当その手仕事の後もね、なんか非常に美しいというか、なんだろう、どう見てももうあので仕上がったものはアナログなね、もともとあったなんかこういった菊光柄をね、なんかあの絵織りしたとしか思えないんですけども、まあ実は本当はその原画が AI っていう、このなんでしょう、妙なミスマッチ感というかね、すごい本当独特な作品に仕上がったのかなというふうに思ってます。楠木さんに素晴らしい仕事ありがとうございます。 こののびさんからたくさんのきっ抗柄が出てきたときに、ちょっと <laughs> 圧倒されたんですけど、やっぱりこのオレンジのやつ、一番目立ってたんで、やっぱりこう選ばせてもらったのも、このオレンジ一発で決まりましたんで、どれにしようかってとき、このオレンジになりましたね,ね、はい。展示してるときも、これだけぱっとやっぱりね、があが結構モノトーンで落ち着いた感じなんでね、非常にこれ、目立った点、あれになってましたね。 サイズも本当にすごく、なんでしょう、あのこの5 0る5 0とおっしゃってましたっけ、はい、非常にこうね、なんかあの、なんでしょう、手にちょうど、なんだろう、持ちたいっていうかね、なんかすごく、なんでしょう、所有感というか、そういったものを、ね、感じさせてくれるような大きさというか、学装したときも本当になんかちょうどいい感じでね。濃い,い、うん、あれ本当いいですね。はい、というわけで皆さん、ぜひですね、アガト・ジャパン・ギャラリー、あの老舗通販場で、クスカさんの学装、えー、ご購入いただけますね、ぜひ。 チェックいいただければと思いますはい、えー、じゃあ、のびさん、えー、くソきさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。お買い求めや概要欄のリンクをクリックいただくか、ら、シ通販ネットで検索をお願いします。また、高評価、ライクボタン、シェアやコメントもお願いします。日本の良いものを世界へお願いします。